はい、ザーゲームチャンネル、ハルキジキューでーす。今日ご紹介するゲームはこちら、しのじょうさんのですね、ヤオチューですね。今日こちらをご紹介していきたいと思います。はい、このヤオチューですね。まあ、しのじょうさんというところがですね、2015年のゲームマーケット秋でですね、出された新作なんですけども、まあ、ゲームマーケット秋でね、すぐからいくつかプレイさせてもらってるんですけど、このヤオチューね、私の周りでものすごい盛り上がったんですよね。まあ、見た目からね、ちょっとお分かりいただけると思うんですけど、これ麻雀のゲームなんですよね。なので、麻雀をお好きでない方とか、麻雀知らない方がどうなるか、ちょっと私にも分からないんですけども、割と私自身は実はね、麻雀はまあ、なんとなく分かるんですけど、点数計算までちゃんとできないぐらいの人です。なんで、コンピューターゲームの麻雀とか、まあ、たしなむぐらいで、ポコポコ打てて、なんとなく知ってるかな、ぐらいの人なんですけども、すごい面白かったんですよね。まあ、それでね、ご紹介しようと思うんですけども、そもそもね、これ、ヤオチューってなってるので、これ麻雀用語なんですけども、私一応調べたんですけども、ヤオチューってなってるやつは要は字牌ですよね。トンナンシャーペイとかね、白八中みたいな字牌と、数字の1と9の牌のことをそもそもまあヤオチューというそうなので、まあ、そのまんまね中に入ってるっていうカードゲームになってるんですね。まあ、早速中の方見ていきたいと思います。はい、コンポーネントこんな感じですね。まあ、まあ、カードゲームのね、いわゆるね、アミーゴ箱サイズなんで、まあ、小さい箱なんですけども、中に入ってるのが、いわゆる麻雀のカードゲームに直したものなので、いわゆるさっき言いました、ヤオチュー牌ですね。1と9の牌、あるいは自牌ですね、が入ったカードですよ。なかなかこれがね、味のあるイラストがあってね、おばちゃんいらないよとかね、よく言う、おじさんが来たとかね、言ってましたけど、まあ、それはね、単なるイラストの問題なんですけども、それが入っているカードが一式入っています。で、これと、これポイントですよね。1人25ポイント持ってるので、まあ4人分入ってる。合計100ポイント分入ってるポイントチップと、まあいわゆる麻雀ご存知かでは分かりますけど、要は反走やるので、まあ東とね、南っていうのを表せる。要は1周目、2周目ですよね。っていうのを表せるものと、あとはね、親ですね。まあ親が今誰がありますかっていう、いわゆるまあ普通のカードゲームでいうスタートプレイヤーマーカーと同じなんですけども、まあこの親を表すマーカーというのと、あとは、マニュアル式ですね。これだけなんですね。まあ、マニュアルはね、まあ、麻雀知ってるのがある程度前提のような気もしますけども、まあ、片面が基本的なルールで、裏が特殊な役になっていますので、その役の説明っていうのがポイントですよね。まあ、ポイントが書かれています。ゲームはもういわゆるほぼ麻雀ですので、親を決めて最初に各自25ポイント、これを持っていて、まあ、25ポイント持ってて、途中で誰かこれがなくなって、いわゆる飛んじゃったという状態ですね。どっかでバーストしたプレイヤーが出るか、親が2周するかした時に1番ポイントを持ってる人は勝ちっていう、まあ、ストレートなルールなんですけど、まあ、このまま25ポイントを最初にもらって、あとカードをね、各自に7枚配って、場の中央にドラと裏ドラですね。まあ、麻雀ご存知の方はもうお分かりかと思いますけども、こっちが裏ドラでドラですね。要は最後にカード構成、このゲーム、7枚プラス1枚引いて、あるいは人の当たり牌を引いてやるので、8枚で構成するんですけども、この8枚の構成したカードのセットコレクションですね。極端に麻雀なので、セットコレクションの中に、ここのドラってやつか、裏ドラ見えないんですけども、裏ドラになってるやつが当たった時に自分の出した構成のカードの中に入っていれば、ポイントがまあ追加されるっていうのはドラと裏ドラですね。まあこれが本式麻雀さながらにここにあって、あとはさっき言いましたように、本当の麻雀と同じなので、今1枚引きましたけど、1枚引いたので、不要なものを手前に捨てると。これだけなんですね。もう本当にこれだけなんですね。で、4人でも3人でも2人でもできるんですけども、自分の手番が来たら1枚引いて、何か不要なものを1枚自分の手前に捨てると。そして、何回か捨て札と引き札を繰り返して、あと1枚っていうところになれば、いわゆる本式麻雀と同じようにリーチですね。あと1枚で上がれますよっていうのを設定して、1ポイント乗せておくと。そして、あとはもう当たり早くるのを待つだけで。まあこれだけですね。そして当たり早くれば、引いて当たっていれば、上がると。派手ですよね。割とね、こういうのできちゃうんですよね。これ2無双ですけども。まあ、こういうね、非常に派手な牌が割と簡単にできるっていうのがこのゲーム魅力なんですね。なんで、基本的にはもう本当に麻雀です。8枚でやるようになってるので、非常に構成が簡単なんですよね。要は、8枚しかないんで、3枚、3枚、2枚のいわゆるセットコレクションを作ったらもうすぐできてしまうので、そのコレクションのセットのところが非常に簡単に作りやすいっていうのがあるのと、いわゆる麻雀ご存知の方からすると、ヤオチュー牌しかないので、トンナンシャーペイ、白髪チューンと1と9しかないので、非常にいわゆる派手な役っていうのは作りやすいっていうことと、私実はこれ結構プレイしたんですね。4人と2人で何人回もプレイしたんですけども、割とですね、一番最初からですね、チーホーがいきなりできたり、チーホーって要は最初に引いてもうそれでもう上がりになるとかね、いうもうほぼ出来上がってる状態、要はチーホーができてる状態か、あるいはダブルリーチですね、1枚引いた時点でもう上がりの形になってるかっていうのが何度もあったりして、とにかく派手なんですね。いわゆる劇画の漫画を見てるぐらいに役ができて、もうここの役のがとにかく派手だって、ポイントがもういったり来たりしてるっていうところが
非常に分かりやすくできていて面白いんですね。要は地味じゃないんですね。ちょっとずつ点が動くんじゃなくてダイナミックに点が動いて、しかも麻雀知ってれば知ってるほどここが派手な役、こんなのできたことない、読まれてこなかったみたいなのができるんで、コンピューターゲームのねやつやってるととんでもないやつをコンピューターが役作ったりしますけども、そんな感じが味わえるところがね、これ非常に面白く出来上がってると思います。やった感じだと人数に左右されません。二人打ち麻雀でやったとしてもかなり面白いです。逆にここのバフダの枚数が多くなるので結構ゆっくりやれるんですけど、4人だと割と簡単にバフダが枯れてしまうので、枯れる前誰か上がること多いんですけども、もうちょっとやりたいなという時は2人でもいいですし、もちろんこれ3人でも全く問題ないので、ちょっとした麻雀好きの人がちょっと派手なやつやってみようぜって、本格的なんじゃないのにってね、本格的な麻雀好きな人はもちろんその方がいいんでしょうけども、私みたいににわかでね、点数ちょっとあまり数えられないけど麻雀でなんとなく好きだよなんて人ぐらいの人がやるにはすごい向いてるゲームなんじゃないかなと思います。私結構使い込んでしまったのでもう1セットぐらい買おうかなと思ってるんですけども、麻雀を嫌いなければね、これ派手なね劇画麻雀を体験できるっていうね、この八百中非常におすすめです。ただちょっと欠点もあります。この役表なんですけども、この役表がですね、当然これ8枚で構成している特別な役なんですね。どっかで聞いたことあるものが入ってるんですけども、この構成だったらポイントになるんだっけっていうのはこの表を見ないと絶対にわからないです。覚えるんですけど、ちょっとこれがないとわかりにくい状態になってるんですけども、残念ながらこれマニュアルの裏面が得点表になってるんで、これ1枚しか最初付属しないんですね。なのでこれはプレイする前にできればカラーコピーかなんかして3枚増やして、4人だったらこれ1人1枚っていうのを配るようにしておいた方が絶対プレイしやすいと思います。最初1枚でやってみたんですけど、もうプレイ中に何回もこれを渡してこれできてるんだっけとかね、しょっちゅう言い合いしないといけないことになっちゃうので、覚えれば割と覚えますけども、なんかちょっとやってみようかなっていう時はね、このカラーコピーしたやつを持っておいて、プレイ人数は用意しておいた方が絶対に楽しめると思います。はい、というわけでですね、麻雀をね、全くちょっとね、ご存知ない方にはね、何のこっちゃって感じかもしれませんけども、麻雀のね、点数数えなくてもいいです。これはオリジナルの点数の数え方するので、麻雀っぽい、ドンジャラでもいいんですけども、そういうものを知ってると。で、麻雀まではいろいろ掛け事とかいろいろあったりすると思うんですけども、そうじゃなくて、こう派手なね、劇画チックなね、ポイントができてね、なんかどっかで漫画とかで聞いたことあるな、みたいな役が飛び交ったりするっていうやつを体験したいっていうのがね、やっても面白そうだなと思う方にね、この八百中おすすめですね。私ね、本当に何回もしましたね。ちょっとした隙間ね、2人空いてればね、ちょっと2人打ち麻雀やりましょうよと言いながらね、この八百中やってたりして、得点が派手なので、一番最初で相手のね、親が連想、いわゆる親が連続で上がるってことなんですけど、親が連想されて、ポイントがすごく取られたように見せかけて、飛んじゃうと思ってもね、逆転ができるみたいなね、派手な展開ができるので、その意味でも面白いです。一回負けてもね、もう一回やりましょうってね、言えるタイプのゲームになってます。ただね、麻雀が苦手な方には、やっぱりその、あくまで麻雀の要素がね、バッチリ入ってるので、そこはね、おすすめできないかもしれませんけども、そうでない方はね、ぜひ一度お試しください。はい、というわけでですね、今回ですね、篠城さんのですね、八百中をご紹介いたしました。ザゲームチャンネルの春99でした。はい、今回の動画お楽しみいただけましたでしょうか。ザ・ゲームガイドチャンネルですね、様々なボードゲームに関する話題をお届けしております。YouTube の方はですね、チャンネル登録の方をしていただけますと、私が動画の方を登録しますときにそれがですね、素早くお伝えできるようになっておりますので、ぜひチャンネル登録の方をお願いいたします。ザ・ゲームガイドチャンネルの春99でした。